はいどうも、雄大先生です。最近ちょっと、親戚の間でいろいろあったりとか、自分自身がちょっと小説を書いて、やっとですね、5年かかりましたけど、10万字の小説をなんとか第一巻だけ完結させて、それもありました。あんまりちょっと YouTube の方の活動がおろそかになってまして申し訳ないんですけど、でも一応やれることがあるとしたら、本を読んでて、それに関して話すことぐらいできるかなと思ってやっているんですが、本の紹介も適当になっちゃってね、申し訳ないんですけど、いろいろ面白いトピックについて話せるような気もするので、最近はですね、私はちょっと理由がありまして、ちょっと禁酒法について調べてまして、いろいろなんか禁酒法に関する本を借りてきました。これなんかすごい古いですね。狂乱の1920年代、これが出版されたのが1966年だったかな。そうですね、1966年に出版されてますみたいな、こんな本とか、なんか高貴なる社会実験とか言われてですね、禁酒法のアメリカ、禁酒法と民主主義、なんかいろんな本があります。禁酒法は、要するに名前の通り酒をですね禁止する法律、といってもですね、酒を飲むことを禁止するのではなくて、酒の製造輸送を禁止するということで、でも残念ながらですね、そうやって法律で禁止しても、カナダとかメキシコとかいろんな別の国からですね、どんどん密輸してたみたいです。モグリバーとか言って、当時は、そのアイスクリーム屋さんとかいろんな別のお店に扮したバーがいっぱいあって、入り口でパスワード聞かれて、合言葉聞かれて、それで中に入るようなバーとかあったそうです。そんな感じですね、やっぱりその酒を法律で禁止するのを、やってはみたが難しかったみたいな感じですかね。これに対して、例えばじゃあイスラム教圏とかだったら普通に酒は全面的に禁止されてて平気みたいな感じですけど、そもそも嗜好品なわけじゃないですか。だからその禁止しようと思えばできる。だけどそれでその産業があったりとかするとなかなかなくしてしまうのは難しいですよね。そもそも禁酒法っていろんな理由で始まったらしいです。例えばそのキリスト教でピューリタンとかそのお酒を飲むのが良くないというふうに思ってたとか、あとは、アルコール依存症になって暴力を振るう夫が、たくさんいたとか、いろんなことが引き金になって禁酒ができたみたいですけど、この禁酒に関しては失敗に終わりましたが、他にも最近は結構そのタバコに対する締め付けが結構厳しくなってきてる気がします。なんかだんだんもう公共の場で日本でもそのタバコは歩きタバコもできなければ、レストランとか電車とか普通公共の場でほとんど吸えなくなってきてますね。例えばじゃあ大麻とか日本では、CBD は違法ではなくなってきましたけど、基本的に違法。なんかそういうことを考えると、この違いは何なんだろうっていうふうに思いますね。その倫理だとか道徳だとかそういうのの境目っていうのは結構難しい問題だなって、何がその正しくて何が悪いのかっていうのは本当に時代や社会によってどんどん変わってしまうんだなって感じがします、ね。で、次はこれはですね、最近ちょっとまた小説の関係で調べてるんですけど、生命の歴史は繰り返すのか、進化の偶然と必然の謎に実験、エイリアン、科学者たちが語る地球外生命とか、第二の地球を探せとか、脅威の未来生物とか、いろんな本があります。私も、昔ですね、The Future is、あと、アフターマンですね、その2つを読んで、すごいなんか未来生物予測とかそういうのハマって意識調べたんですよ。私もともと古生物がかなり好きだったんで、それもあって結局こういうのを調べるの本当好きだったんですよ。なんか地球外生命体がいるとしたらどんな形になるんだろうとか、よく言われるのが、例えばじゃあ炭素じゃなくてケイ素でできてるとか、それはやっぱり無理だとかなんかいろいろ言われたりとかしますけど、実際我々の住む地球でも6億年前とかの生態系とか見てると、もう全然今とは違うような形の、もう本当にね、オパビニアとかなんかよくわかんない形の生き物とかいっぱいいますよ。実際に地球外生命体が、どっかの惑星にきっといると思います。系外惑星、何十億という、地球に似たような惑星がこの宇宙にあるようです。なので、どっかにいるんでしょうけれども、多分人間が想像もできないような見た目とか、想像もできないような生態系が広がっているのではないかと。そういうのを考えると、すごくワクワクしますね。ということで、そんなようなことを調べたりしてます。これまで読めてないですね。アメリカ先住民を知るための62章。アメリカ先住民は前にそのナバホ族とかチェロキー族とか調べたんでちょっと興味あるんですけど、まだね、やっぱりちょっとね、複雑ですね。ネイティブアメリカンって言っても本当に様々な部族がいるので、で、バラバラのいろんな地域に住んでいろんな、我々の知ってる、そのネイティブアメリカンのイメージってなんか、
本当に一部の部族だけで本当はもっともっと多様性があるらしいんですよ。なんかその辺とかももっとちゃんと知りたいなと思って借りてきました。まあ、またこれについてはいつかお話します。はい。で最後、キャンディーと砂糖菓子の歴史物語ということで、まあその砂糖の歴史とかね、私前にブラジルの歴史を調べたことあるんですけど、ブラジルはまあ今でも世界最大の、砂糖生産国ですけど、まあなんかそれの関係で世界中に輸出されて、日本も輸入してました。オランダ船がですね、その重りの代わりに、まあその船の重りとして入れた砂糖袋をですね、日本人が買い取って、長崎の有名なお菓子のカステラの原料になりました、みたいな。そんな話があったりしますけど、世界中に砂糖が散らばって、世界中でいろんな砂糖菓子が作られて、なんかそういう歴史があるわけですけど、まあこの辺の歴史、まあ砂糖も嗜好品ではありますが、さっきの酒の話とちょっと似てるのかもしれない。まあということで、今日はこの辺にしておきます。はい。